い、どうもこんにちは、ネオです。ドキーン。ハロー、こんにちは、ユンです。こんにちは。はい、今日はネオウィークでユンちゃんに来てもらいました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日の企画は、はい、元アイドルのユンちゃんの絶対に崩れない前髪の作り方を教えていただこうかなと思います。なるほど。崩れるとこ見たことない気がする。もう間違ってた前髪、そう見たことないんですよ、マジで、はい、なんでそのやり方を教えていただこうと思います。お願いします。今まで教えたことないんで、メル TV をご覧の皆さんだけに教えたいと思います。ありがとうございます。それではやっていきましょう。ということで、まずね、もう前髪これ朝巻いてきちゃったんで、とりあえず濡らして、はい、本当に何もやってない状態から始めたいと思います。はい、はい、濡らしました。濡らしました。じゃあ、とりあえず乾かしていきたいと思います。はい、ドライヤーで。なんか乾かし方も、私前髪に癖があるんですけど、こうやって根元をね、こうやってジグザグにすると癖が多少軽減されるみたいで、いつもジグザグにして乾かしてます。ネオちゃんは前髪の癖ない？前髪の癖、痛みすぎてやばい。はい、そうで、いつも冷風を後から当てるんだ。後から冷風当てて、なんかね、形をこうなんか整えていきます。流れを作る。おお、ここが大事だ。私は右にこう流してるので、こうやってこう流しながらこうか。そうそうそう。でね、なんか温風当ててから冷風当てると髪がツルツルになるらしいんで。へぇ、はい、美容師さん曰くやってます。はい、乾きました。こんな感じです。で、これをね、早速こちらのスタイルアイロンを使って巻いていきたいと思います。はい、これなんかいいアイロンだよね。そう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 、これユンの私物です。ヘアビューロン使っていきます。はい、紹介で原宿のサロンドミルクさんに行ってます。同じなんですよ。一緒なんですよ。ちなみにね、ロアちゃんも、そうそう、クスノキロアちゃんも一緒です。一緒です。よかったらみんなも行ってみてください。りょうちゃんはストレートアイロンで巻く？コテ？ストレートアイロンで巻く。あー、だよね。そう、コテ使う人もいるけど、りんはストレートの方がいいし、うん、やりやすい。あと細いやつで、そうそうそう、調節しやすい気がする。そうそうそう。はい、120度に温まりました。ということで巻いていきたいと思います。はい、流したい方向にこう引っ張るとさ、そう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 、こうやって挟んでこっちにこっちにやるんですよ。はい、で私はなんか何回も何回もやるのがちょっと好きじゃなくて、なるべく低い温度で一発で巻く派です。でも、うん、こう形を整え、完成です。で、ちょっと待って。土台は完成したんですけど、これ
っちゃう。指でやっちゃう。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの。